はい、皆さんこんにちは。関西弁の常に招き猫を横に置いてるめっちゃインチキ臭いおっさん、口から生まれた占い師、新宿大久保西宮の兄貴金田ロッキーです。さあ、今回はですね、12月4日から12月10日までの皆様の1週間の誕生月別占い、こちらのタロットカードで運勢そのものを出しまして、出た目に対する提案はこの小前タロットカードで出していきたいと思います。さあ、まあっという間にね、12月、終わってしまいますよ。仕事納めいいですね、皆さんね。僕関係ないですけれどもね、まあ普通にこう仕事してる方が、まあまあ1日2日ぐらいはね、あんまりお客さんも来えへんかなとは思うんですけれども、まあ一応あの営業しておりますので、はい、来年のことを占いたいという方はぜひぜひぜひいらしていただければ結構ですので、はい、そんな感じでですね、12月4日から12月10日までの皆様の運勢、はい、2種類のタロットカードで出していきたいと思います。では出た目に対する提案はこちらの和尚禅タロットカードで出していきます。はい、すべて出揃いました。解説していきます。1月生まれの方、正義のカードの逆位置とコンディショニングのカードが出ております。ちょっとバランス取れてない、心身のバランスやコンディションを整えてください。そういうことですよね。これ一つに絞った方がいいなら、もう一つにする方がコンディション整いますので、しんどいことをもう2つ一緒にね、2つ3つ一緒にやって、なんかこうやりかけたことを離れるのって勇気いると思うんですけども、パーンとやめちゃった方が、もう片方がね、潤うとか良くなることはもう多々ありますので、大谷選手で言えばね、二刀流ぼちぼちやめて、はい、バッターに専念したら60本打てるかもしれないですし、はい、そういうことですよね。はい、あんまりちょっとしんどいことはもう、あのしんどいこととか腐れ、あんまり良くないことはもう外す、一つに絞る、ちょっと心身なんかバランス取れてないことは、バランスが取れるようにやる量を考えるのか、一個をもう金繰りしてるのか、その辺考えてみてください。はい、2月生まれの方、恋人のカードの聖地と The Reveal、 反逆のカードが出ております。強い気持ちでね、これいいな、この人好きやな、仕事上での相手でもね、何でももうこういうちょっと好きになった相手とかね、強い気持ちで、向かい合って、はい、で あなたの気持ち、思い、情熱伝えたらね、ちゃんといい見返り来ると思いますので、はい、なんか向こうから なんとかしてくれで、自分からこう向こうがアクションしてくれるのを待つのじゃなくてね、どん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 攻めていった方がいいと思いますので、はい、なんかいいもの、いい人出会った、いい案件が来てる、どうのこうのっていう人は、それをもう頑張ってアピールして、自分でもこういうふうにやりますよっていうのをどん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 伝えていってね、自分のものにしましょう。はい、3月生まれの方、太陽のカードの聖地とコンプロミス、妥協のカードが出ております。うまくはいってるんですけれども、さらにうまくいかせるためには、もう自分の思いをね、もう俺はこうでありたい、私はこうでありたい、言いすぎるんじゃなくって、ちょっと妥協する部分もないとダメですよ。そんなさらに良くなります。カップルとかでも関係とかでもそうなんですよね。70点こうタロットで出して70点あればいいんですけれども、もうね、
20点30点しか出てないものを何とかしようと思ったって無理ですし、まあ、70点80点ぐらいた後の20点の部分をね、まあ、いい部分をもうこう重きを置いて、あの20点そこらはもう自分が妥協するのか相手に合わせるのか、まあ、話し合って改善するのか、そういう感じになると思いますので、まあいい部分はいい部分で、なかなかいい感じですので、それをさらに良くするためにね、まあちょっとでも100点に近づけるためにもう目をつぶるのかどうするのか、その辺ちょっと考えていただけいただいた方がさらにうまくいくと思いますので、はい、もう自分の意見を押し付けるだけでなしにね、妥協したりちょっと自分が引くのも大事ですよということです。4月生まれの方、節制のカードの聖地とアウトサイダーのカードが出ております。いろいろうまくいっておりますが、さらにうまくいったからこそ外に出ていけばいいわけで、これダイエットきちっとできたから外に飛び出そう、薬きちっとやめれたから外に飛び出そう、アル中治ったから外に飛び出そう、だからこう節制して何かうまくいったから外を見ましょう、あるいは今節制している最中でさらに外を見ることによって、その方法よく、さらに良くする方法が見つかるとも取れますしね、うん、だからすっきりした人はもう外に出てどん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 新しいことをチャレンジすればいいわけで、なんかもう自信なさげに、いや、どうせなんかね、うまいこといかなかったことをいつまでも引きずるんじゃなしに、新たな自分に生まれ変わったみたいな感じでね、新しい道開拓していけばいいと思います。どん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 いい風に想像して表に外に出ていきましょう。はい、5月生まれの方、インジャのカードの逆位置と We are the world のカードが出ております。物事いい方に進み出します。で、仲間はたくさんいるんですよ、低下してくれる人はたくさんいるんですよ、外に出た方がいろんな新しいものが待ってますよ、方法も、外に目を向けた方がたくさんありますよってことなので、スイッチさえ入れればいい方に動き出しますので、いつまでももう滞っててね、出るのビビって何にもしないっていう風な感じじゃ何にも起こらないのでね、どん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 表に目を向ける、外に出ていくのを意識して、やっていきましょう。絶対いい方向に動き出します。はい、6月生まれの方、世界のカードの聖地とハーモニーのカードが出ております。今日なんか外に目を向けましょうが多いかな。これもね、自分のいる世界よりも外に目を向けましょう。で、表に出ていって、いろんなものと調和心がけてくださいね。今までやってなかったことでもチャレンジしてみる。今まで出会わなかった人と調和を心がけてみる。そうやることによって新しい世界絶対広がっていきますし、視野も広がります。行動力も、恥ずかしがって、誰とも絡まなかったら何も起こらないですしね、自分が今いる世界よりも外どん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 出ていって、いろんな人と手を取り合っていけば新たなことが広がっていきます。はい、7月生まれの方、女教皇の聖地とトラスト、信頼のカードが出ております。これもね、なんか連続でそんな同じようなのが出るんですけれども、自分一人で悩まずに、いろんな、まあ特に上の人ね、先生とか呼べる人からこう意見を聞く、まあ同僚でもいいですよ、この人信頼を受けるっていうような人ね、でまあネット見ても本見てもいいんですけれども、そうすることによって方法は絶対見つかりますよ、道は絶対見つかりますよっていう、意味ですので、まあこれも本当に恥ずかしがらず、ビビらず、どん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 視野広げていったら絶対解決策、いい方向にどんどん動いていくと思いますので、はい、外に目を向けていろんな人に、意見を聞いて方法を見つけて進んでいきましょう。はい、8月生まれの方、スターのカードの聖地とコンサイアスネス、意識のカードが出ております。希望は見えてますけれども、それをどう現実にしていくか、あるいはその自分の目標をきっちりとこう意識することによって
明確にね、結果につながっていくわけですし、夢語って終わりみたいな人も結構いるんでね、もう夢語ってるうちが一番幸せなんですけれども、はい、まあそれだけじゃなくてね、もう実際やるとなったらいろんな大変なことはあるんですけれども、それをきちっと意識することによってね、何をどうすればゴールにたどり着くのか、一歩踏み出すにはどうしたらいいのか、まだやってない人はもうまず踏み出すためにはどうしたらいいのか考えていけばいいですし、はい、もろもろ考えて、動き出しましょう。はい、9月生まれの方、運命の歯車の逆位置とナッシングです。ムーのカードが出ております。ちょっとね、歯車回ってないんですけど、一回無になってください。無になってくるからこそ見えてくることありますし、一回ちょっと全てリセットしてみてね、歯車回す方法を見つけないといけない、そんな感じですので、もうあたふたあたふたしてたら余計にね、ストレス溜まってしまいますし、一回全てもリセットしてしまった方がいいですね。友達とか、まあやっぱりこう自分がいた世界からこう踏み出すのってね、勇気いるんですけれども、一回リセットした方がいいと思いますので、また新たなものはもうどん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 その気になればもうね、出会って入ってきますので、はい、そんな感じでリセットして一回無にして、新たな世界を見ていきましょう。はい、10月生まれの方、月のカードの逆位置とマチュリティ、大人のカードが出ております。これも夜明けますので、まあ大人になって、なんかね、もうただ夢みたいなことばっかり言うてる、子供心じゃなしに、まあなんていうんですか、大人になれっていうのは、まあ、ある意味ちょっと妥協しないといけない部分、負けるが勝ちの部分、あのいい時期に差し掛かってきて夜明けになるからこそ、ちょっと大人になってもう自分は納得しひんことかもわかんないですけど、受け入れてやる方があのいいと思いますので、はい、絶対結果が出たらね、ちょっと嫌やったことも忘れられると思いますので、はい、そんな感じで大人になって、新たな道進んでいきましょう。はい、11月生まれの方、戦車のカードの聖地とモラリティ、道徳のカードが出ております。ガンガン進んでいっていただいて結構です。あなたにとってね、大事なもの人一緒に足並み揃えてガンガン攻めていっていただいていいんですけど、ただし道徳は守ってくださいね。なんか誰か出会った、この案件が来た、うん、あの無茶するんじゃなし、勢いだけで進んでいくんじゃなし、きちっと守るべきこと守ってやっていけばいい結果につながっていくと思います。はい、12月生まれの方、デビルのカードの逆位置とトータリティのカードが出ております。いらんものを切り去る、腐れ縁、甘え、あんまり良くないもの、うん、今までやってたけれどもちょっと結果につながってないこと、うん、そんなんちょっと切り捨てて、あんまり良くない縁にしろね、うん、あのこれこそ本当に、まあ、そこからこうね、一歩前に出るのって勇気いることかもわかんないですけれども、はい、もうちょっとやめた方がいいんちゃうかで、腐れも付き合って別れて付き合って、結局もうなんか女王とかね、あの男女でももうエッチだけでつながってるみたいな、もうやめて次絶対進んだ方がいいわけですし、でどうしようもない、もう別れた過去の恋愛引きずっててもダメですし、うん、絶対前に進んだ方がいいと思いますので、はい、で、そのあなたがそう考えを変えることによって全体がどうなのか、人生全体がいい方に行きますよと、はい、あの仕事ならそれを切り捨てることによって全体いい方向に行きますよっていうことですからね、はい、その辺を考えて、まあ、新たに、進んでいきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。今日はなんか新たに進んでいきましょう、外に目を向けましょう系が多かったと思いますけれども、はい、12月そうやってね、意識を変えて、まあ、あの1回きれいに、まあ、終わらせて、1月またね、しっかりいい方向に向かって動き出すようにね、やっていくべきではないでしょうか。寒くなってまいりましたので、インフルもね、結構なんか学級閉鎖になったりもしてますしね、風邪ひいたよう聞きますし、はい、そんな感じですので、体に気をつけていただいて、で、忘年会も楽しんでいただいて、良き12月を過ごしていただき、1年間を、2023年、しっかりと終わらせて良い新年を迎えれるように頑張りましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。